はい、どうも。今回はちょっと初めてなんですけど、前回あげた声なしの TRX の動画に解説というか振り返り的なもので、後付け動画としてちょっと撮っていきたいなと思います。ちょっと初めてなんで、ちょっといろいろ至らない点があると思いますが、ご了承ください。で、始める前に何個か言いたいことがあって、1個が、その元動画がラウンジなので、全てが上位じゃないので、その全部うまくないよっていうの、全部がうまいわけではないよっていうのをちょっとご了承いただきたい。で、あともう1個が、そう、この動画一応2本に分けたいと思ってるので、前半と後半の6レースずつ、一応前半、この動画の前半が好評だったら後半も上げたいなと思ってるのと、あとはあれだ、その動画の振り返り方が、その1レース1回通しで見て、その後に振り返るっていうのを、それを6レースやろうと思ってるので、その振り通しで見るレースを何がいらないって人は、概要欄かコメントにタイムスタンプか置いとくので、それをご活用ください。あと最後に、なんでこれコーチングじゃなくて、自分の視点の振り返り動画なのかっていうのは、単純にコーチング動画だと、ちょっと自分のね、言いたいことがあんまり言えないかなっていうのがあって、そこはちょっと、もしコーチングとかも見たいよって人がいたら、その視点のね、コメントで教えてください。そこら辺はちょっといろいろ見て。あと、ツイッチのリンクとかも貼っておくので、フォローの方よろしくお願いします。と、チャンネル登録もお願いします。じゃあ、始めます。はい、じゃあ、始めていきまーす。ちょっとスタート飛ばしちゃったけどいいや。ニューヨークは、初手の引けたら強いんで、前行きたいんだけど、こう赤だったのでね。で、ここで被弾しちゃったので、さすがに下がりと。結構自分のね、立ち回りが意外と戻っていく立ち回りだから、あんまりもしかしたら参考にならない可能性があるので、っていうのかな。はい。で、配信だと結構、配信でも喋ってるんだけど、あんまり考えてることはね、喋ったりしないから。で、こう、今みたいなミスはね、本当に極力なくしていかないと追いつかないから、本当に。で、コインも2枚足りてないからね、これね。1避難で5枚までになっちゃうので。早めに回収したいっていう感じですね、これはね。ここら辺はちょっと終わってから話すか。最後テレサ入れてと、これは最後ループしたのが強かったから上がれたです。一応振り返ると、ここら辺のね、この今の前のね、話入れてるけど、下りと、で、こう、一応ね、3打、自分11位なので、持ってるとしたら、この前の人が今、キノコ使った裏。でも、キノ1なのでないと、この人は3打は。で、この人の裏が怖いから、この人が吐く前にも自分が入れちゃおうっていうね、3打ケアで。これ、ギリギリで入れちゃうとね、3打ケアしきれないので。と入れたって感じ。で、ここに関してなんだけど、ここはチェームと結構もう割り切った。ダブル取る、アイテム取れるか取れないか割り切ってて、一応この、ダブルで周期が縮まったじゃないですか。ダブルのその周期が。一応もうこの人しか見てなくて、この人は多分もうボムとも対面してるけど、その結構割り切ってて、もうその名の通り。この人は取るだろうなって、この人の周期でもうスター履いて割りに行ってるから、他のやつらはボムでこう死ぬだろうっていう感じで、この人、この C の人だけしか見てなくて、このダブルに関しては。
って感じ。これで5位って感じです。はい、2レース目いきます。2レース目は平野と、まあ平野も結構最近もう一回やってるレート帯だともう結構前ゲー化が進んできちゃってて意外とついていきたいんですけどね。基本的にまあこの下がり方はあんま良くないんだけど、下がるんだったら初手でね、キノサンスター、まあ3回割りできなくなったからあれだけど、キノサンスターを揃えていきたいっていう。で、これももうコインがないから、これちゃんとね、ここグリップ効きにくいから、アウトからね、直線的にコイン取って、でっていう。で、ここでキンキのキラー、ね、吐いてるんだけど、まあこれも後で喋るか。まあ、ちょうど交換できるからね、交換して、まあ、後ろのキラーだけ避けてここで吐いてっていうね。で裏が近畿のなんすよね。近畿のだからケアがここ絶対できないとできないっていう、まあ、これで上がるしかないっていう、まあ多分ここで振らないんだったら振らないだろうって感じで多分割り切って上がってるんだけど、まあまあこれはね下手くそだったよな。これは下手くそ11。はい、じゃあちょっと振り返ります。この2の1で出たキラー、近畿のキラー、これはこの近畿のはちょっともう減速しないと追いつかないのね。追いつかないね、まあ、追いつかないんですよ。追いつかないと交換ができないか、追いつかないじゃなくて、この次のアイテムボックスで、ここのボックスで交換ができないので、減速しないと、減速しながら、アウト回りながら使わないと。だから正直、このキラー吐くのって、最速でもここだから、ケアしきれてないっていう、形になっちゃうから、まあ、正直言って、俺ここ吐いてるけど、これ吐かなくていいかもしれない。ここ吐いて切って、こっちここのもう陰頭っていう内で、こっから近畿の使い始める。うん、やばんね。ここら辺か。ここら辺から近畿の使い始めて、一応ここら辺かな。うん、ここら辺。この、ここの、コイン6枚並んでるここら辺で使うのがベスト。多分。もう見返してから気づいたんだけど。がベストかもしんない。これはね、相手回しが下手くそ。まあ、近畿の意外とここから使ってもいいか。ここから、初等化で使ったら、まあ、ここの初等化が、ここの初等化まではいけるか。多分。だから、キラーはここで無理やり吐かなくてもよかったかもしれない。この裏がスターじゃなかったらもう最弱だから、まあ、実際スターじゃないから弱いんだけど。だこの2-1で、このハイパイが出たときは、ここニスク行くか行かないか、まあまあニスク行かない方が安定かな。行かないで、そのさっきの最後のショトカの方で使って、ニラスでキラー入れるか、それかここで、もうこっちの即使いで、このもう最速でここでキラー入れるか。のどっちかにした方がいいかもしれなかったっていうぐらいかな。なので意外とこの2択にした方がいいかもしれないですね、このハイパイが出たら。まあ3周目はうまいことお話入れたけど、この押しを想定してないっていうのが多分下手くそだからってぐらいかな。多分振り返り的な部分で見ると、はい、じゃあ3レース目いきます。はい、じゃあ3レース目はマドリード。マドリード、まあまあ正直言ってどこにいても強い気がするから言ってることとんでもないけど、どこにいても強い気がするので、
まあもう多分チンタラ走ってんだろうな、あんまり覚えてないや。これ前が多分味方がねキャラ変えてくれて、味方がね、うん、そういたのでミトさん捨てて、でまあこれは FB 投げられるのでラインずらしつつ、まあ、ダブルのライン投げられるのね、シングルで妥協して、まあ、この木野さんは運がいい。まあ、NI だから早めに抜かしてダブル取ってか。でこの木野になんだけど、あーでもそっか、ここで避難するのか。これはまあ無理にもうインかないで避難しちゃったからアウトでコイン回収して、でここ今止めろ、今この人が多分パックン開いてたんだよね。だからパックン開いてたからキノコ使って逃げてダブル取るか、それか譲るかっていうのをねした方が良かった。これも後で言おう詳しく。まあ振っちゃうんだけど結局。でもここが5割かね4割になっちゃうのがねあんまり強くないんだよね。と加速がね出ないんですよここで。まあ後ろに投げられて死んじゃうと、確かね後ろが同じチーム2人だったから投げられてもしゃあないっていう。まあこの木の読んで、まあ、コインがあるから6か7くらいでね耐えられたらいいかなっていう感じで、この赤が死んでてもう突っ込んでるのは結構ね割り切ってる。でボムだけラインずらして最後そう押されちゃったからね、ここねドリフト切れちゃったんだよね、切れちゃったかっていうか切っちゃった。最後の最後でこの木の位置加速と加速をつなげるのが早いから、この木の位置使ってる間にMT 貯めてれば4位だったかもしれない。はい、じゃあ振り返り。多分ここは、音聞いてたら分かるんだけど、パックいるんだよね。まあ閉じてるんだけど。で、意外とこのゲームって9割も強いんだけど、6割もだいぶ強いと思ってるから、まあ振っちゃってんだけどね。振っちゃってるからもういいんだけど。結構6割だともう木野さんとか、なんなら、まあこれは木野さんかな、出て。木野さんが出るので、6割はだいぶ強いのでね、都合が良ければもう6割しちゃってよかったかなって感じぐらいかな、もう振り返れるところは。はい、次のレースいきます。はーい、4レース目ピーチガンデンでございます。このコースは前までだいぶ前行ってたんですけど、個人的には個人的には前コースだったんだけど、最近は打開がねいいんですよね。うん、いや結構ね打開うんぬんあるけどあんま得意じゃないから、自分の打開が自分の打開が自分あんまり打開得意じゃないから、まあ、参考になんないかもしれない。でここ多分止まってないんだよね、止まってないで行ってるんだけど、多分今のは止まって6位割か9位割か何かしらした方がいい、回した方がいいね。これはここで振っちゃったら終わりだから、まあ、結果表スターの裏木野さんだから結構強いんですけど、まあこれね一応ここバグボなんだけど、まあさすがに3位だから使ってなくて、でこの人がもう赤持ってるからこれ譲っちゃって、できればもっとこれは血判定が怖いから赤の距離取りたかったけど、
で味方が1位だからこの赤はね削らなくて大丈夫、2位に行かせて赤を。でまあトゲはかわいそうって感じはこの時に思ってたか。で3位が倉田から逆ルート行ってちゃんと警戒して、まあ最後初とか行ってね争ってくれてるからブメだけ警戒しちゃうといった人も。でこれ最後で抜かれちゃうんだよな、まあ、1、3と、まあ順位はいいけど内容はどうなんだっていう話ですよねこれはね。じゃあ振り返ります。この2の1、ね、多分止まった方がいいよな多分な。ちょっと有識者の方お願いします。ちょっとどっちがいいんだろうっていう。でまあ多分こっちはハイリスクなんだよ、伸びるけどリターン取れるのは多分止まってる方、リターンっていうのか安定卓は多分止まって入れる方が安定卓だと思われます。で最後か、まあ、ここら辺はまあいいかな、うん、いいね。で最後これか、ここね味方1位で前に一応ケツつけてんだけど、この人この黒キャサの人か、なんか黒キャサの人の裏を俺警戒しちゃう、ん裏をそう、うん、警戒しちゃってたんだけど、ここもこの人初とかできるのを使ってたから、カミカミやな、使ってたからこの人のキノコの裏は警戒しなくてよかったねっていう。まあそこちゃんと見ましょうっていう感じだな。荒れやすいからなピーチガーデン結構。はい、なんかもう5レース目シドニーです。まあシドニーもあんま得意じゃねえんだよな、うーん、だから下手くそです。先行っちゃうとこのラグコインは結構美味しい、本当は前ついていきたいからね。まあ、スイスト取ってコイン、まあ左先頭コインね取って、まあ7枚か、7枚だとまあまあギリギリねまだ前ついていけるぐらいなんですけど、ここでボムと、うん、4位で、4位でこれ一応後ろなんか防げるんだけど、まあコインもないから弱いと、なので6割をします。ちょっと僕は結構ねこの6割結構重要視してるんで、うん、結構なんかテーブルがね変わる気がするんだよね、体感なんだけど体感が変わる気がするので結構僕はおすすめをします6割を。まあそれもそれでみんなにおすすめしちゃうと何 6位で大渋滞が起こっちゃうからなんだけど、でも死んじゃいましたよと。でこのまあいいか、まあこれはもうミノさん捨てて引かれないようにね。でもパックンこの人持ってるから先行かして、でちょうどよく都合よくね9割になったので、でここね、ここ下手くそだね本当に、もうありえんわ、まあ、取れただけいいけどこの冬もちゃんと避けましょうっていうの、これも危ない、もう味方とダブルが被ってるっていう、シングル行きなさいっていう話なので、これはちょっと危なっかしいなこのレースは。いやこれも諸説あるよな、このキラー強いけどめちゃくちゃ運がいいキラーなんだけど、キラースターしかも、ただ諸説ありますこの吐き方は。はい4位、じゃあ振り返り、まあここの6割、まあその自分の立ち回り的に、止めるか、その6位で割って、まあこれは木の1と水戸さんだけど、6位結構なんか展開と木のさんか、まあ、水戸さんだったりバナさんだったり赤さんだったりの展開とその木のさんっていうセットが結構出やすい感じがするんですよね、まあ、マジで体感、あくまで体感、もうアイテムテーブルとか見てないから俺わかんないんだけど、体感出やすいので、まあ、これはおすすめしますよと。でこれはちょっと、まあ、この後
被弾、ブメとかで被弾しちゃったけど、結構ここら辺の位置にいるときは自分はもう結構守り意識、まあもう取られてんだよな、守り意識で、まあ、本来だったらこのミドさんと木の位置をもう、まあ、多分次で回してると思うけど、をもう持ちながらもう死なないように徹する、もう自分は争いに参加しないっていう立ち回りを取ってます。僕は結構、まあ、この部分とかちょっと下手くそなんだけど、余計のそうそう、この裏が木野さんとかだったら結構強いねっていう、6位割はね結構出やすいので何回も言うけど、でここはねちゃんと先に UMT じゃなくて SMT 解放してちゃんと確実にダブル割るべきだった。ここ結構着地してからダブルまでの距離が短いから気をつけましょうって感じですね、多分ね。でこれも多分ラグで割れてるんだよね、ダブルが。そうで最後のここのキラー、キラーはスターまだ吐き始めだから、で表だからいつでも吐けるんだよね。だから正直スター切れてから吐いてもいいかもしれないっていう、いやどっちなんだろうな、わかんないんだよな、どっち派ですかね、みんな教えてくれ。ここは一応俺テレサも怖いなって思って即負けしちゃったんだけど、まあ一応論議でもあるし、まあ、ちょっと意見募集してます、これは。はい、じゃあ、ラスレ、ラスレ、この模擬の、この動画のラスレということで、はい、次。はい、ラストはデイジーサーキットです。もうここもあんま好きじゃないんだよな。ちょっと画質が急に悪くなった。まあ、いっか。で、最近結構でももうデイジーサーキットのこのルートもう固定させちゃってんだよね、こっちに避難してんすけど、全然避難してるんですけど、こっちコイン2枚取れるからね、強いんだよな。で合わせてここの3枚もいいラインで取れるからおすすめです。前についていきたい方もうバリバリ12位だけど、でもこれアイテムが強いな。どこで入ったっけな、覚えてねえな。初等化か普通に。まあ裏もスターなのが結構ね強いので、まあ後ろの下の集団のアイテムを見つつ、まあもう即履きできる準備をしておきますよと。でここは9位で割りたいから、早履きプラス、まあ、早履きプラスダブルと押したいんだけど、早履きはできてなかったな、全くもって。でこの距離感は自分キラー出てるけどもサンダーは切っちゃってます。なんとサンダー切っちゃってるので、これ多分下ルートじゃないか、上行ってるか。でまあここで交換しちゃって、まあテレサはねもう最下位もしかたくはない、てかなんならもう前にいるのでテレサは入っちゃって、で結構もうマップを見てもらうと分かる通りだいぶ詰まってる。マップ見なくても画面に映ってる人数が5人超えてるから、もう最後の最後で入ってと。まあこれあんまり振り返ることないかな、5位だし。まあサンダーを切ってもうラストキラーで被弾をしない安定の立ち回りっすよね、これは。味方も2位だったんで、まあでもそうですね、強いて言うんだったら、まあここをもうここら辺で入っときたい。もう 3歩手前ぐらいでスター入っといて気合わしときたいかなってぐらいですかね。うん、まあ、ここはね無理に交換しなくていい、サンダーを切ってる立ち回りなのであれば、すぐ吐きたいよって人は全然交換するのもいいと思います。でもその場合ここで入ったのも弱いから、下ルート行ってキラーを持っていく形になるので、まあそこら辺考えてって感じか。まああとはもう吐く位置はもう自分のさじ加減で、あ俺はここら辺で吐いてるけど、まあもうちょっと早かったらどうだったんだろうな。木野さんを生かしたいって人は
被弾する可能性はちょっと上がっちゃうけど、木野さんを生かしたいっていう人はもうちょっと早めに履くのもありかもしれないって感じです。はい、ってことで、まあ、前半6レース見ましたけれども、ちょっと長くなって申し訳ないな、ちょっと長めですが、どうだったでしょうか。まあ、ちょっといろいろご意見お願いします。はい、お疲れ様です。